スペース X CRS-5 は2015年1月10日に NASA との契約の元とスペース X が国際宇宙ステーションに打ち上げたドラゴン宇宙船 SPX-5 としても知られる。ドラゴンとしては7回目の飛行であり商業機動輸送サービス契約の運用ミッションとしては5回目であった。CRS-5 のファルコン9ロケットの打ち上げ2014年7月 NASA による 打ち上げ計画は2014年12月より早くないとされ、ドッキングは打ち上げの2日後に計画されていた。元来の計画は2014年12月16日の打ち上げであったが、スペース X 社により多くの打ち上げ準備期間を与えるために2014年12月19日に予定が変更された。さらに、打ち上げは、括弧とした。 打ち上げ費を確約するまでにより多くの試験を行うために2015年1月6日に延期された。2015年1月6日、打ち上げチーム員がファルコン9の第2段エンジンの2機の推力、変更制御系の一つのアクチュエータのドリフトに気づいたため打ち上げ作業は打ち上げの1分21秒前に保留された。この打ち上げは打ち上げシークエンスに遅れてはならない。 即時打ち上げウィンドウであったため、飛行は二千十五年一月九日に延期された一月七日、飛行は二千十五年一月十日に再設定された。二千十五年一月十各時四十七分、ファルコン9ロケットは打ち上げに成功した。ドラゴンは一月十二日にステーションに到達し、十時五十四分モービルサービス、システムカナダアーム2にハーされ、十三時五十六分に、 ハーモニーモジュールの点底側に係留された。CRS-5 は 2317kg の貨物を搭載していた。これには、クルー容量食と物品 490kg、ステーション用機材設備 717kg、化学実験用品や装置類 577kg、クラウドやロゾルトランスポートシステム 494kg などが含まれていた。 キャッツは、大気中のゴミ、煙、エアロゾルや、その他微粒子などの汚染の蘇生や分布、位置を測定するように設計された、ライターリモートセンシング装置で、希望の外部実験施設に取り付けられ、最低6ヶ月、最長3年程度の運用が見込まれている。回収された CR、CRS-5 新しい試みとして、ファルコン9の燃料が空に近くなった第一弾の、 回収を行う飛行試験を行い、打ち上げ後、950メートルの二重着陸プラットフォームの自立スペースポートドローン船に着陸させようとした。2014年10月、スペース X はこの船がルイジアナ州で建設されていると明かした12月中頃には、船はフロリダ州ジャックソンビルにドック入りし、試験に向けて準備ができた。スペース X は打ち上げ後の1月10日に、 無人船への着陸を試みた南太平洋海上の特定の地点へのプラットフォーム着陸に向けたロケット効果の精密制御など多くの試験目標は達成され、より正確な再突入位置制御のためのグリッドフィン、操縦画面の利用による大量の試験データが得られた。しかし、着陸は高着陸となり、スペース X は現在試験と分析のために、 ロケットの部品回収を行っている。ロケットに起こった事態の詳細は未だ公的には判明していない。イーロン・マスクは問題の可能性の一つとしてグリッドフィンが作動液を使い果たしたのではないかと述べている。スペース X のウェブキャストは降下する第一弾のためにブーストバック燃焼と再突入燃焼が起こり降下するロケットは予定通り 水平に起こされたことを示し、水平に起こされたことで、ライブテレメトリー信号は排除した。その後すぐ、スペース X はロケットが予定通り無人着陸船に到達したが、高着陸、船は無事であるが、デッキ上のいくつかの支援設備は取り替える必要がある、と情報を公表した。スペース X は着陸試験のビデオをバインで利用可能にしている。ありがとうございます。